このような時間まで、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。結果はこのように出ました。多くの皆様にお支えいただいたにもかかわらず、このような結果になってしまいましたことを本当にお許しいただければと思います。私自身の力不足でございました。しがらみをですね、打破するための重要な選挙である、そのことも含めて有権者の皆様にお伝えしきれなかったというところだと思っております。本当にこの度選挙、このような急遽の選挙にもかかわらず、しっかり準備いただいて、この1週間思う存分戦わせていただく、その環境を整えていただいたことによっては改めて感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。通り、この度出直し選挙を行うという、判断も含めてですね、有権者の皆様にしっかりと、説明しきれなかった、訴えしきれなかったところも大きかったのかなと思っております。何にいたしましても、私自身の力不足であると思っております。市議会では辞職勧告決議が2回にわたって可決されました。市民からはどのように受け止められたと考えていますか？そのこと自体においては議員の方々のその時々のご判断があったでしょうから、私から何かをお伝えするとかですね、ということではないというふうには思っております。有権者の方々はそれをどのようにご覧になられたというのは、それぞれの方々のお考え思いではないかなと思います。この選挙戦を戦う中で市民の方々の反応というのはどのようにお感じだったんでしょうか？この間取り組ませていただいた政策なども含めてですね、多くの有権者の方々が実感いただいていたように感じております。ですので、この選挙戦の期間中においては多くの方々からお声掛けいただいたり、喜びの声やその政策に対してですね、そのようなお話等を受けておりましたので、私としてはこの選挙戦は充実した形で取り組んできたところではございます。最後に、今後の政治活動については今どのように考えていらっしゃるでしょうか？現状は白紙でございます。今選挙戦戦い終わった直後に物事を決められるような心境ではございません。ありがとうございました。そうだったと思うんですが、投票率の低さというのはどういうふうに見てらっしゃいますか？やはりこの時期においての選挙、急遽の選挙だったということも一つの要因だというふうには思っておりますけれども、私はやはり政党によって判断されるのではなくて、どこに所属をされていようとも有権者の方々お一人お一人がその政策であったり、取り組みに対してご判断されるべきということだと思いますので、私に政党がついている、所属しているかどうかということは、この政治においては無関係であるべきだと私は思っております。しがらみの打破というふうに訴えてきたこと自体は、はい、今の時点で振り返ってみて、間違ってなかったというふうに思いますか？私自身は前回の選挙戦の時もそうですけれども、同じように政党の所属または推薦等を受けずにですね、取り組んできました。そして、私自身が就任する前はずっとその相乗り、しがらみの体制で、続けられてきていた、その状況の中で前回私は小太郎を変えるというお話をし、当選させていただいたというふうに思っておりますので、そのこと自体は私自身の信念としても貫くべきことだと思っておりますし、前回はそのことを有権者の方々が受け入れてくれたのではないかと思っています。今ちょっと関連なんですけれども、前回は受け入れられて、今回は受け入れられなかった、そこの差は何だというふうに思います。有権者の皆様にやはりお一人お一人聞かなければわからないところもあると思いますけれども、この間私に対して厳しい声があった中では、この中東における出直し選挙を行ったことであったりとか、
もちろんこの間においての市政運営に対しての厳しい声等もあったのは事実かなというふうには思っております。それについては前回は私は市政運営になっていない状況でありましたので、それも含めてのご判断だったのではないかなと思っています。そこが違うところだと思います。よろしいでしょうか。同心の渡辺です。はい、先ほど今後においては白紙とおっしゃってましたけれども、また来春知事選、道議選で市議選とありますけれども、それについては何かご検討されるとか、そういうお考えは今のところ。先ほどお答えさせていただいた通りです。白紙ということです。はい、分かりました。前回その共産党さんが支援もあったと思うんですが、今回それがなかったことについてやっぱり影響はあったというふうに考えますか。いや、それは私は何とも言えません。はい、すいません。もう一個、選挙期間中にその市政運営に対して何か注文であるとか厳しいお声というのは実際に聞かれたりっていうのはあったんですか。市政に伴う政策等においての、厳しい声は、なかったというか皆無です。先ほどからお話しているように、喜びの声が大半でございました。ただ今先ほどもお話した通り、この中東における、選挙戦ということにおいてはお言葉として、何人かからお話を受けたところでございます。ありがとうございます。